はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。今回はですね、こちら、デュアル TMP R ラブやっていきたいと思います。こちらのデュアル TMP とデュアルウージー。まあ、デュアルウージーちょっと入手方法がね、難しいんですけれども、改めてどっちの方が強いんですかということで、一応ね、僕のこの、改造してあるデュアルウージー見ていきますと、正直、結構差がなく見えてしまいます。まあ、あと、デュアルウージーちょっと攻撃力プラス3も触れてるんで、火力が勝ってるんですけど、本来は23なんだよね。そうすると、上の振り幅、これマックス 1.1。で、こっちは下は25か。で、1.1 振れれば27まで跳ね上がるのか。だからそう考えると、デュアル TMP の R ラブは結構優秀なのかもしれないです。射程もこっちの方が長いしね。で、射程がね、短いんで、まあ、その分、連射力でカバーしてる。1位ぐらい差つけてるからね。で、あと、反動抑制か。で、そこでマウントを取ってるんですが、弾数とか、あとはね、機動性もそうだね。考えると、少し、DRTMP、RW の方が部があるのかなと、あと、オプション効果もあるし、思うんですが、前回やった時、やっぱりこの連射力の速さ、すごい、これがね、火力というか、敵を倒す、ところに、すごい直結してたんで、めちゃくちゃ強かったんですよ。で、ちょっと思い出、なんだ、これあんま使ってなかったんで、ちょっとね、久しぶりにこのデュアル系の武器使って、少しこう、補正が入ったかもしれないんで、改めて、まあ、どっちが強いんですかって聞かれたので、これやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。まあ、デュアル TMP ね、本当近距離だけが強い。近距離だけが強いんで、離れると弱いです。だから電車力もね、まあ、あるから、まあ、なんとかなるでしょうって思うかもしれないですけど、一回と離れるとまず弱いんで、豆鉄砲なんですよ。めちゃくちゃダメージが。なのでそこだけ、めちゃくちゃ気をつけて進んでいかないと、痛い目を見ますと。おぉ。やば。こういうのは強いんだよね。結構アグレッシブに、まあ、打っていける。そういう武器になってるんだけども。ああ、ただね、どうしても、その距離感を間違えてしまうと、何もできずに殺されるっていう、そういう負け方します。結構きつい。こういうとことかね、たまたま勝った感だよね。たまたま勝てた感あるよね。相手がポイントマンだったってだけあって、今の武器、まあ、ライフルマンかなり強くなってるんで、正直落とされますね。ばらけるっていう、いいところあるけど、それでも普通に落とされちゃうんで、すごいね、気をつけて戦ってあげないと、まあもったいない。よし。これは多分、うまいこと入ったかな？オプション効果が。おそらくオプション効果が入ったと思います。人のぷいぷいモルカーさんのね、武器がなんだかちょっとわかんないんだけど、ちょっとキルドグを確認しつつ、もしくは俺がやられれば。まあ、こういう風に決め打ちめちゃくちゃ強いんで、まあ、意外とね、ああいう風にできる、敵を倒すっていうやり方もできます。決め打ちだけはマジで強い。来させないようにするっていうのがね、強いんですよ、この武器。こうやってずーっと打ってればね、まっすぐずっと飛ばせるんで。オーマイガー。一応そのアサルトライフルにはかなりまあ強さ発揮できるっちゃ発揮できるけど、オーマイガー。ちょっと待って、ぷいぷいるか、なんだ武器、あ、ダメだ、見直せない、ダメだ。はい、それではやっていきましょう。最近いっぱいニナカに行ってるんですよね。なのでニナカに行きます、今回も。おっと、とこれは、まずいじゃないか。やべえ、これエフェクト。あ、飛んだんだけど。手榴弾投擲。あ、ですよね。
まあそう、遠距離はこんなもんです、ダメージね。本当にしょぼいんで。もしかしたらデュアルウジのダメージ伸ばしした方が、ダメじゃなくて、射程伸ばしした方がダメージ出るんじゃないかな。おそらくですけども。手榴弾、突撃。お、ナイス。さあ、無理にはいかないと。あれ、さあ、味方を殺してしまった罪はでかい。いやー、一緒に行こう、怖いから。まあでもね、相手もスナイパーいないんで、こっちのスナイパーの人が全部抜いてくれればそれで全て解決ですよ。私もヘルスこんなもんですから。ただポイントマンね、3人もいって足速いからね、何されっか分かんねえんだよね。もしかしたら後ろに行くかもしれないし、なんか後ろから音聞こえたような気もするけど、今味方、今のこっちから行ってあげましょうか。おお、あー、ダメだ、間違ってホイール機を押しちゃったよ。あれ、階段下に落としてあげるのがベストなんだけど、やっぱね、ノラだと難しいんだよね、その合わせるってのがね。俺の FB を多分あのまま投げてたら味方にガングライして、味方は多分ね、何もできずにね、死んでたと思うんで。ああいう時はね、おとなしく戦いに行ってあげた方がね。お、わ、裏くせえ。あ、違う、爆弾発見って言ってたよね。爆弾どこ、あ、ここか。爆弾発見、2段階スモークで。まあおそらくだけどこっち来るでしょう。おお、スナイパー持ってた。はい、04でございます。ちょっとお、やばいんじゃないか。なんかね、始まる時思ったけど、オートバランスがひどいんですよ、なんか最近。全くね、効いてないと思う。オーバイか。もうレンジが最悪。あー、ダメだよね。はい、というわけでね、まあ、あの、こんなもんかなっていう感じはしますね。今の時代には合わないかな。だったら、この間のガリマの方が射程長いし、安定感あるかなとは思います。まあ、こっちはこっちで、あの、頭一発で落とせたりとかっていうね、あの、面白いところはあるんですけど、まあ、いかんせん、それでも今の時代にはちょっと合わないかな。まあ、強いんだけどね。俺が使い切れなかったっていうのもあるけども、まあ、ストレート負けっていうのもあって、うまいこといいとこ見せれませんでした。でも、まあ、やっぱり、殲滅のところで、最後ね、言ってたけど、最後、殲滅の時にさ、ぷいぷいモリカーか、の武器なんだなんだって言ったけど、あれ、ファイアフォックスじゃなくて、俺のあれか、グレホのファマスでした。グレホのファマスで、で、やっぱり、AR 相手に対しては、デティクルがガバるんで、非常にそれは強いんだろうなと思いますが、今結構イグアナとか、ケルテクとか、バトルライフル系流行ってるんで、まあそうなってしまうとどうなのかなーなんていうのと、あと、これね、ブラッディバーグね、これとかも火力高くて強いんですけど、もう連射力が早すぎるので、そこまでこう、昔みたく、昔の武器はね、なんていうの？
とこだ、いいとこ、いいのがあれば、見せたいんですけど、あ、ライオンとかだと10とかだから、AR で。ね。で、エクスカリバーでさえ 10.20 とか、サコリエガリアも 10.20 とか、こんなもんなんですよ。だから、結構そこで差を見せることができるんで、差をつけられるんで、電車力で。だからいっぱい弾数もね、多く入れて、その分出てくる広がるってのがあったんですけど、今そんなに差がなくて、電車力に。だったら、こっちの、まあ、圧倒的な電車力、もっとさらに高いものを使うか、もしくは、ショットガンとかで、ポイントワンをやっちゃった方が早いのかな、なんて、いうふうに思います。ね。というわけでね、非常に弱くはないんだけども、いまいちパッとしない。だったら、電車力の高い、その少しでも差をつけるデュアルウジを使った方が、個人的にはいいかなと思います。ただ、オプション効果の、恩恵はやっぱりありますので、AR に対して。ね、そこは、評価するべきだと思います。まあ、どちらを使うかって言ったら、まあ、ウジ持てたらウジ改造して、電車力上げた方がいいかなと思います。それか、射程伸ばしてね。射程1か2伸ばして連射全振りとか、いや、そんなんでもいいかなと思いますので、ぜひ頑張ってやってみてください。というわけで今回ここまでになります。お疲れ様です。